最近さ、はい、AI がイラスト描くの流行ってるらしいねん。技術の進歩、すごいですよね。技術の進歩、やめましょう。技術の、やめましょう。やっぱり、最新の情報を追っていくって、大切だと思うねん。新しい知識が増えますしね。なので、私も実際に話題の AI を使って、イラストを描いてもらおうと思ったねん。新しいチャレンジ、大切ですよね。使い方がとても簡単だったのねん。そうなんですか。描いてほしいシチュエーションや、キャラクターを入力して、実行ボタンを押すだけなのねん。そしたら、数秒後にイラストが出てくるって感じだったねん。それはすごいですね。でもこれ、イラストを出力するごとに、有料のツール内通貨みたいなものを支払う仕様だから、何を描いてもらうか、すごく悩んだねん。有料は確かに、悩みますよね。本当に悩んだねん。お金を使うのであれば、本当に書いて欲しいものを指定しなくては、考えに考え抜いてから、AI に依頼したのねん。アヘ顔って、とんでもねえな。アヘ顔、とんでもねえって。そして生成されたイラストがこれ。おっと、これはいけない。違うねん。何がですか？私が欲しかったのはこんなエッチなものではなく、もっと可愛い感じのが欲しかったのねん。アヘ顔に可愛さを求めてたんですね。だからワードを変えて、もう一回チャレンジしたねん。可愛いイラスト、出るといいですね。センシティブ寄りのワードを選ぶと、エッチなイラストが出るのが分かったねん。そりゃそうだろってツッコミは置いておきますね。もっとこう、可愛いイラストが出そうなワードを入れなくては、私はまた、考えに考え抜いてから、AI に依頼したのねん。変態って、全然懲りない。変態、懲りないって。出力されたイラストがこれ。ザ・センシティブ。また見せられないイラストが出てきたねん。そりゃそうですよね。なんでだろう。理由は明確ですよね。私も。え？私のことも書いてもらったねん。そうなんですか。実際のイラストが。これねん。わあ、これはすごい。さすが AI さん。私にそっくりなのねん。似すぎてて本当にびっくりなのねん。すべてが私そのものっていうか、よくここまですべてを似せられるなって感心したのねん。ね。ね。はい。あとついでにあかりちゃんも描いてもらったねん。え、本当ですか？ありがとうございます。嬉しい。どんな可愛いイラストか楽しみ。